まだベルトさんの消息が。ええ、天命の衛星は彼らしき男性が2週間誰にもテスラ博士の話によると、彼は今までもよく行方不明になってたけれど、だけど今回はセントフォンテーヌも少し気づいていたのね。衛星カメラのデータを見るとけど、このええ、セントフォンテーヌはけれど映像の中でいくつかの違和感もあって、テストが終わったらええ、テストといえばしけ収まったらまたご冗談を。あら、しない方がおかしいでしょう。不思議？彼が報告、もしくはたまに言う見た目よりずっと大人。けど、メイが彼を信頼してるのはわかるわ。その件に関しては、実は少し彼を害することにならないといいんですが。心配するのは当たり前よ。けど、はい。もう一人の隊員は？確か、キャロルは、隊長、噂をすればということで。入って。あの、あれ、主教さん、誤解やって。真面目に安心して、今日は模擬テストの日よ。あ、つむゆべ特訓、その顔を一応忠告しておくけど、あなたは第三招待はたった今、主教様。また作戦で外に。心配しないで。嘘や、聞こえたもん。隊長は前回もそう言うたやろ。あ、そうや隊長。キャロル、あなた入隊時は今のうちには成長。じゃあ、え、待って。なら、せいぜい主教様も期待してるのに。主教様まで。では、ついてきて。最悪。今回のテストでは重点的に、まずは武器の使い方について。日差しが強い。キャロル。あ、じゃあ私は何て言った。え、特定の連携攻撃を行うと、より効率よく目標を撃破できるわ。もう一度やってみて。攻撃の順番とタイミングを覚えるように。よくできたわね。次の目標を倒してみて。能力のテストよ。敵の攻撃を回避してみて。集中して相手の動きを観察する。あなたにとってはそう難しくないでしょ。なんで回避せなあかんの。この程度の敵一発で倒せるのに。キャロル、わかった、回避するよ。今のテストは本当の戦場では最短の時間で。警報？え？何？私よ、何があったの？何？隊長、テスト用の戦術機構が